サミュエル・プラウトは、イギリスの水彩画家である、ヨーロッパの街の風景を描き、プラウトの絵は版画にされて出版された。プリマスの軍港の征服したて人の息子に生まれた。プリムスの高校へ進み、画家となるベンジャミン・ヘイドンと同窓で高校の芸術家でもある校長、ビドレークの教育を受け、ヘイドンとポラウトは、ビドレークに美術家となることを勧められた。1803年に、 ロンドンに移り1812年までロンドンに滞在した。ロンドンでは版画出版社のために海洋画を描いたり美術教師として働いた。1810年に結婚した。1818 18年頃初めてヨーロッパ大陸の街を訪れ街と建物の姿という画題を見出して画家として成功した。ヨーロッパの歴史ある街並みを水彩画で描き後に これらの作品は版画にされて出版された。1829年に国王、ジョージ四世によって王室付けの水彩画家に任命され、時代のビクトリア女王にも仕えた。息子のサミュエル・ギリスピー・プラウトも画家となった。老いのジョン・スキナー・プラウトは画家となり、オーストラリアで働いた。ありがとうございます。